ほら、昔から少女漫画とかでもあるだろ。特に何もしなくても周りの女子の大半が好きになるっていう、常に女子に囲まれてる、いわゆる愛され男子。それが俺。どうやら俺が愛され男子だったのは生まれた時からだったみたいで。可愛いですね。そう、幼稚園の時も。小学校の時も中学の時も俺は愛され男子の本領を発揮。高校に入ってからもそのポジションは揺らぐことなく、俺はずっと愛されキャラのまま順風満帆なスクールライフを楽しんでいた。くっそ、なんだよスナックか。言うだけ虚しい。つうか少しぐらいこっちにも回せっつーの。いやそうだよ、これじゃクラスの懇親会じゃなくてトアを囲むかい。誰か突然トアがブッサイクになるのじゃかけられねえのかよ。それな。いやー、愛されちゃってんなー俺。みんな、なんかごめんな。よし、メロンソーダやるぞ。ちょっと、一回して。聞いてくれよ。なんだ。実はさ、見たい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 よね。よし、うおーうおーエロー。だろ。おいおい、どうしたよコージ。お前いつの間に。なんだよコージ、お前も結構モテんじゃん。リズムイチヤもリュウセイも頑張んねえけどな。おいおいおい、ん、何ちゃっかりリア充組に混ざっちゃってんだよ古谷。いや、まあ俺はリア充中のリア充。いやでもお前彼女いたことねえじゃん。え、生まれてこの方ずっといないだろ。いや、それは俺がみんなに愛されちゃってるからなわけで。あ、それはお前あれだ、鑑賞用男子。鑑賞用男子。女子はみんなお前を見て眺めてるだけで満足ってこと。そんなんでチヤホヤされてもお前ゴイズラと何にも変わんねえじゃん。ん、もしもし。俺俺俺が鑑賞用男子。あ、もしもし。俺が鑑賞用男子。俺が鑑賞用男子。俺は絶対に鑑賞用男子なんかじゃない。古谷とは彼女作ります。あ、そう、頑張って。リツ、リュウセイ、購買部行くぞ。おい、ちょっと待てって。そのまたこいつ変なこと言い出したよ的な残念オーラやめろよ。つうか相手はとは好きなやついないだろ。あ、トアの彼女、トアの子。おお、チアリーダーじゃん。あの子はスポーツ系女子却下。あのなんとかっていう雑誌の特務。あのおしゃれ番長にしろ。却下。あ、よし、あの純ミス塩味子にしろ。かわいい文化系か。いいね。まだまだ。おい、あのさ、お前さっきから聞いてたら何様のつもりだよ。あのさ、この古谷とわ様が告る相手だぞ。簡単に手が届きそうな女じゃダメなんだよ。閉めちゃっていいですか。うるっ。決めろ。いってや。行け行け。ワン、ツー、スリー、フォー。
トア。トア君。うんうん、トア。決めた。岩見殿かよ。神に選ばれし武将で神奈川の奇跡、そして17年に一人の逸材とありとあらゆる称賛を欲しいままにしているあの美しすぎる女子高生宮見園だぞ。17年に一人って何が根拠だ。とにかく難攻不落なんだよ宮見園は。今までどれだけの男たちが告って撃沈したと思ってんの。嬉しいが全くないっていうかさ、同じクラス喋ったことあるやついるか。あのさ、俺を誰だと思ってんの。そうか、トアだったらいけるかも。いけるよ、いける。大丈夫か。今朝トアの乗ってきたバスのナンバー4444だったぞ。完璧死亡フラグ立ってるって。出たよ流星のネガティブ発言。だからこの古谷トア様に落ちない女がいるわけないっしょ。だな、そんな女いるわけない。ないない。はい、はい、よし行ってくる。ミワ、なんか用？俺前から美和のこと気になってて。え？あ、俺の彼女になってくんない？この顔で言い寄られて彼女にならない選択肢なんてない。何し、安っぽい告白。え？おーい、とは。とは？いつまでうじうじしてんだよ。起きないとくすぐっちゃうぞ。くすぐるよ。そうだ。おい、くすぐっちゃうぞ。え？なんで？愛され男子のこの俺が？何が悪かったのかわからない。まさか、とはが振られるだなんてな。だから言ったじゃん。死亡フラグ立ってたって。もういいじゃん。次行こうぜ、次。あとは。2組の西脇ゆまだろ。それから新体操部の相原莉子。あたりとつながる女子狙ってくれよ。なんだそれ。やっぱお前トアに女の子紹介してもらおうとしてんな。ああ、そうだよ。悪いか。よし、俺 DDD 決定すんぞ。 DDD 脱同盟を決定すんだよ。何と同盟だから。おい、それで DDD か。いつまでも子供のまんまじゃいられねえだろ。だから4人で力合わせて彼女見っけて大人の階段登らねえぞ。おー、乗った。さあ、なんで俺がお前らと。顔面偏差値違いすぎるだろ。それでは第1回 DDD 会議を始めます。まず、新しいターゲットだな。はい。なにこれ。そうだろ、別の検索タイム来た。あとは、次はよく食べる女の子狙っていけ。なんで。いや、これ女の食欲と、その性欲なんだろう、イコールなんだって。だからよく食べる女はおっとりしやすいってわけだ。お前やらしいことしてんじゃねえよ。とは次はその辺のタイプの子を狙っていけよ。そうだよな、攻め方間違えたわ俺。美和みたいなクール系女子には甘えん坊キャラだよな。諦めねえのかよ。
愛され男子の名がスタルだろ。みその昨日はごめん、なんかすごく緊張しちゃって、俺自分から告白とかしたことなくってさ、なんていうか俺モテちゃうっていうかっていないし、ちょ待てよ、うん、ねえ、古谷。え、はい。私のこと好き？好きだけど。本当に？うん。彼女が欲しいだけじゃなくて？かっこ悪い男。もっとこうなんかあるじゃん、リアクションがさ、男に押し倒されても焦りもしない、顔色一つ変えないってどうなんだよ。一度振られた相手に再告白して恋愛リベンジに成功したのは4人に1人の 25%。 へー、意外と確率高いんだ。でもタイミングもシチュエーションも何も考えずにただ告っただけだったし、テクなさすぎたよな。だよな、まずは女の子を胸キュンさせないと。お、女子が好きな胸キュンシチュエーションランキングだって。第8位、思いがけない場所で偶然出会う。あのさ、三輪美園には胸キュンも何もねえよ。あいつ多分恋なんかしねえんだよ。恋愛とか男とかいるからに興味なさそうだもんな。あの、大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。あの、席譲ってください。は？お願いします。なんで俺なんだよ、他にもいっぱいいんだろ。ここ優先席ですよ、早く立ちなさいよ。めんどくせえな。どれ、あ、どうぞ。どうもありがとう。いえ、ピンチな時にさっと現れて助けてくれ。なんだお前、やめろよ、どけよ、離れろよ、ら、やめろ。だそれ、もしも警察ですか？大丈夫？第3位、2人で一緒に危機を乗り越える。え、それじゃあ昨日三輪を助けるためにボコられたってこと？うん。そういうのお前のキャラじゃねえじゃん。そうだよ。だよな。みそな。なんだよその顔。昨日きっかけでみそのも俺のこと。みその、
おい浜田、なんで言ってんの。美咲先生、おはようございます。おはよう、美和、次のやつ。おい、うん、なんだその顔は。はい、決めました。いやいや、嘘だろ。美園のやつ、まさかまさきのこと。授業の前とか放課後でもいいから。絶対覚えてくれ。終わった。え、パー君どうしたの。あ、いや、大丈夫だから。また明日。なあ、とはとはの思い過ごしなんじゃないのか。そんなことねえよ。俺にはわかる。みそのはまさきのことが好きなんだよ。まあ、だとしてもそれでただの憧れレベルの話なんじゃないの。そうだよ、ただの憧れ憧れ。俺にはそうとは思えない。バイバイ。なあ、とはなんでそこまで宮美園にこだわるんだよ。うん、とはの取り巻きの女子なら彼女になってくれるやついると思うけどな。そうだよ、他のやつじゃダメなのかよ。まあとはのはあれだ、タイガル肉効果ってやつ。タイガル肉。うん、タイガル肉効果。人間は達成できなかった物事や中断している物事に対してより強い記憶や印象を持つっていう心理学的現象のことみたい。何それ。つまりとはは美和のことなかなか落とせないから気になって追いかけ続けてんじゃないのかって話。ああ、確かに。美和に告っても相手にされねえから美和のことが好きな気がしちゃってるだけなんじゃねえのか。いや、でもそれだけじゃない気がする。ドラゴン。はい、ドラゴン。あ、ダメだって。だってまた変な男に絡まれるかもしんねえだろ。じゃあ、あ、ちょ、またボコられたらどうしようとか全然考えてねえ顔だな、ありゃ。確かにそれだけじゃないかもな。ミサナ、一緒に帰ろうってば。断る。またおい、ミサナ、ちょっと待てって。理想の。なんでついてくんのよ。だって昨日のやつがいたら困るじゃん。俺が守ってるからさ。いいよ。え？もう着いたし。え？ここが理想の家？あ、ちょっと理想の待てって。もう帰んなよ。あのさ。俺決めたから、毎日美園に告白する。覚悟しとけ。俺美園のことを本気で。あ、ごめん。別にいいよ、大家さんに言っとくから。じゃあね。あ、ちょ美園。帰ってたんだ。今日ね、本社で会議だったんだって。でも明日の朝一で福岡戻んないとだけどな。よし、晩ご飯食べ行くぞ。あ、何食べる？焼肉？お寿司？俺いいや。うん？二人で行ってきなよ。え？デート、デート。デート？じゃあお父さん、久しぶりにデート行こっか。デート？え、嫌なの？あ、いやいや。何今の顔。
也が怪我したから仕方なく家にあげてあげただけだから。いいからいいから、そんな言い訳しなくたってここが味噌のうちか。はい、おしまい。で、あ、どうですかよ。どっか出かけてたのか。うん、バイト。こんな遅くまで、もう9時過ぎてんじゃん。あ、親帰ってきたらやばくね。帰ってこないよ、水商売だから。だいたい朝帰りだし。ってことはずっと二人きり。あ、もしかして晩飯。うん、バイト先で工場長がくれるの。おー、古谷も食べる？いっぱいあるし。うん、お邪魔します。いただきます。それ食べたら帰ってね。分かってるよ。ナナ、ミソノって兄弟はいいの？一人っ子。俺と一緒じゃん。あのさ、俺スパイシーバンドとか好きなんだけど、聞いたりする？かな。あのチョコの柿の種って食ったことある？あれめっちゃうまいんだけど。食べたことない。あ、クラッシャー井上の動画見てる？あれやばくない？ほら、あのね、いろんなものをクラッシュしていく。あのさ、え、黙って食べれば？だって俺もっともっとみそののこと知りたいもん。まさかのスルー？距離感が全く縮まらねえ。あの絵って緑公園のあの丘の？あ、うん、お父さん小説とかの挿絵描いてたんだけど、あれが最後に描いた絵。お父さんっていつ？私が9歳の時、病気で。そうか、大変だった。大変だったのは私じゃなくてお母さんだけど。なあみその、その毎日こんな感じなのか。あ、テレビつけよっか。ああ、いやいや、ちげえよ。ほら、一人だったらさ、その友達とか呼び放題だなと思って。バイトで帰りも遅いし、こんな時間に遊びに来る人めったにないし。みその、あのさ、あのみそのさえよかったら今度差し入れとか持って遊びに来ようか。いい。いや、あのそういうことじゃなくて。もう全然慣れっこだから。勝手に一人ぼっちで寂しいとか思わないで。みその、私は別に平気だから。
もう帰って。少々お待ちくださいね。大丈夫よこれ。いける。おお。あの、とはおかえり。あれ、デートだったんじゃなかったの？だってとは一人でご飯なんて寂しいじゃない。ほら座って。疲れ。食ってきちゃったんだけど。寂しいこと言うね。え？久しぶりに帰ってきた親父と一緒に飯食おうとか思わない。うん。一緒に面合わせてっていうのが人の営みだとは思いませんか？そうだそうだ、お父さんいいこと言う。ありがとうございます。よし、いただきます。はい、どうぞ。あのさ、ちょっと相談したいことがあるんだけど。おはよう。隣に越してきた古谷とわです。よろしく。は？なんで？そんなの決まってんじゃん。みそののそばにいたいから。みその、俺、お前のことが。おい！なんでいるの？私のことそこまで考えてくれてたんだ。とわくん、好き。なあ、これが正しいリアクションじゃね？あとはマジでそんなこと期待してたのか？あの三輪に。期待するだろう。あー、もうびっくりさせようと思って引っ越しのこと内緒にしてたのが敗因だったかな。おめでたいやつだな。でも3日で引っ越すのが奇跡だよな。たまたま隣が空いてたからさ。え、親はよく許してくれたよな。まあ、母ちゃんにはめっちゃ反対されたけど、親父が味方してくれてさ。まあ、何はともあれ。祝、一人暮らしっていうことで。おお、おお、おお、はい、引っ越し祝い。おお、あげてる。なにこれ、すげえ、すげえ、すげえ、早く帰る。すげえ、エロい。エロくね。トワくん、電気の持ってる。翻訳が趣味なの？別に興味ねえし、全然ない。ほら、席け。あれ、奥村先生は風邪でお休みだ。出席取るぞ。違う。ニーミー。はい。浜田。はい。古谷。ただの憧れ。古谷。ただの憧れ。ただの憧れ。古谷。ただの憧れ。おい、古谷。どうした？トイレか？あ、いや、ちげえよ。なんだよ、もう。
もうトア君から、おお、今日は娘バイト休みのはずなんですけどね。やばい、やばい、やばい、やばい。どうしよう。どうしよう。この状況でその態度かよ。ぶれねえな、宮美園。ああ、もう。俺のこと嫌いなのも知ってるし、頼りねえのもわかるけど、ここには俺しかいねえんだから、とりあえずでも、藁にもすがっとけ。な。何やってんだよ。そいつこっちによこしな。帰ってください。おい、殴られてるかてめえ。帰ってください。帰るぞ。え？え、マジか。なんで？マジか。ヘルヤ、痛い。ごめん。帰る。飯食ってけよ。そうだよな。あの、ご飯食べるんでしょ？うん、食う食う。あ、そうだ、あのビーフシチューとかカレーとかもあるけど食う。ビーフ作り置き家から持たされてさ。あの、みそのも食うの手伝ってくれよ。あのね、
言っとくけど関わるのご飯だけだからね。うんうん。どれにしようかな。え、何これ。いつか味噌のと飯食う時のためにと思ってさ。バカ。でまあそんな感じかな。え、一緒にめ、あ、一緒に飯食った。うん、なんだよ、いつの間にか進展してんじゃん。ああ、それじゃそれじゃ、あ、お風呂にします、ご飯にします、それともとかもやっちゃったのか。何そのおっさんの発想。ねえねえ、楽しそうだね。何の話してんの。内緒話してんの。かっこいい、とわくん今日もかっこいい。あれ、本当に飯だけの関係ってことだな。ちょちょちょ、構図はいいぞ。でも各対象の質感をもっと意識して。はい。おい古谷、なんか用事か。お前全然進んでないじゃないか。もうみんな今日で仕上げだぞ。しょうがないな。放課後残って頑張れ。は？出来上がるまで毎日来いよ。ええー、届きましたよ、石膏像。奥村先生、わざわざすみません。三輪はどうですか。毎日指導してくださってるんでしょう。来年のサービー大丈夫ですかね。はい、三輪なら大丈夫だと思います。そうですか、よろしくお願いします。はい、頑張ります。おう、頑張れよ。はい。ブルヤ、来たか。うん。ミソノに絵を教えてるんだ。ああ、うん。授業の前とか放課後とかにな。へえ。ミヤには絶対に美大に行ってほしいんだよな。ミヤのレベルなら奨学金も狙えると思うし。なあ、まさき先生。みそののこと、好き？好きだよ。え、え？絵もすごく頑張ってるしな。それに、優しいし、賢いし、よく気がつくし、たまにちょっとおっちょこちょいなとこもあるけどな。そういう好きかよ。フレアはどうするんだ。進学するんだ。うん、まあ。もうすぐ3年になるんだぞ。いろんなことに興味があるのはいいことだけどな。でも、そろそろ一つのことを突き詰めていくっていうのも大事なことだぞ。うん。なあ、フレア。先生、お前たちのこと応援してるからな。いつでも何でも相談に来いよ。うん。失礼します。みその、今日も頑張ってっか。あ、はい。よし、じゃあやるか。お願いします。今日は遠近感を意識していくか。はい。美術室に飾ってある絵、あれ、みそのが描いたやつだったんだ。うん。私、将来お父さんみたいに絵の仕事がしたいんだ。だから、美大に行きたいの。でもうちお金ないし、だから奨学金取るためには特待生ならなきゃだけど。なんか、すげえな、みその。俺、将来のことなんて全然だし、
本当すげえよ。すごくなんかないよ。私には無理だって思ってたんだけど、先生が美大狙えって背中を押してくれて、あ、だから尾崎先生にはすごくお世話になってるから何かお礼がしたいなって思ってるんだけど、何がいいかな。手作り系かな、シュークリームとか。でもハードル高そうだよな。で、どうしたんだよ。とは自ら DDD 会議の招集かけて。うん俺はヘタレだ。知ってるよ。だよな。だからなんだよ。俺はミソノのことめっちゃ好きだけど、ミソノはマサキのことが好きだから。マサキは俺にはかなわない相手なんだよ。でもミソノのことは諦めたくない。かっこ悪いやつって思われても情けないやつって思われてもいいんだ。どうしたらいい、教えてくれよ。やっぱあれだろ、当たって当たって当たっていくっていうのがその惚れた女に対する礼儀なんじゃねえの。でもな、一つ屋根の下より上級イベントってなんだろうな。隣に引っ越すより濃いのだろ。ったく、あと先考えず突っ走ってハードルなんか上げるから。ごめんなさい。お、男子高校生におすすめの告白シチュエーションランキングってのあるぞ。花火大会やクリスマス、初詣などの季節のイベント系がおすすめだったぞ。全部終わっちゃってんじゃん。本当だ。こうなったら初心に帰って学校行事だな。とりあえず目先のイベントって言ったら宿泊学習。ちょうどいいじゃん、2年最後のお泊りイベントだし。家とか学校より絡めるんじゃない。よし、こうなったら一気に宮見園とお前との仲を進展させるぞ。よし、まずは半分けだな。絶対同じ班になった。あとバーベキュー、バーベキュー、これ肉焼き、肉焼き、肉を提供する。あと野菜、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 野菜。どう？うん、美味しい。本当？うん。よかった。うん。これね、あの古谷家直伝のレシピで、うん、味噌が入ってる。え、そうなんだ。そう。で、味噌を入れることによってよりマイルドに仕上げてる。ごちそうさまでした。お皿洗うね。あ、いいよ、後でやっとくから。うん。美味しいスープのお礼。これも手伝うよ。はい、じゃあ俺これ持ってく。ありがとう。何よ。何かさ、これって同棲生活っぽくね。バカじゃないの。はい、はい、よし。な、何これ。ん、ほら、宿泊学習もうすぐだ。うまい弁当を作ってやっからさ、楽しみにしてろよ。何作ろっかな。あ、かわいい。あ、なな、同じ班になったらどうする。あのね、ん、宿泊学習なんだけど。うん。え、三輪宿泊学習参加しないの。うん。はあ、なんでだよ。いや、俺も理由聞いたんだけどさ、とにかく私は参加しないっていうだけで。どうだ、美和。どうしてもお父さんと同じ色にならなくて。
お父さんと同じ色を出す必要なんかないんじゃないか。庭にしか出せない色を出せばいい。はい。庭も庭のお父さんもこの風景が好きなんだな。娘も同じ場所を大好きになってくれて、お父さんも喜んでるな、きっと。そんなことないかも。え？いえ、何でもありません。おせんべい。足りねえじゃねえか。すいません。みそのしょうがないな。母ちゃんに来月はちゃんと払うように言っておけよ。はい。じゃあな。なんですか。おい、ちょっと辛がせ。あの美園って娘の母親とはかれこれ6年の付き合いになる。あいつの母親はあちこちで金借りて、もうまともなとこじゃ借りられなくなって、うちみたいなところに飛び込んできたんだ。あの、なんで美園のお母さんは借金なんか。旦那が脳梗塞で死んだんだよ。まさか旦那が急にいなくなるなんて思ってもみなかったんだろうな。旦那のいない寂しさを紛らわそうとして派手な買い物したりしてるうちに貯金も底ついて、それからこれじゃいけねえってあの母親も頑張ってるんだけど、いかんせん借りた額が額でな、母親が働くだけじゃ足りなくて、娘は修学旅行やら何やら全部我慢してバイトまでして借金返してんだよ。だからあいつ。ナミちゃん、どうするよ。高校生風情じゃ何もできることなんかねえか。じゃあな。出前、うまいから食え。これからしばらく寂しい思いさせちゃうけど、毎日スープ作ってやるからな。ちゃんと温めて食えよ。寂しくなんかないし。いただきます。Oh, my God.
ちょっと話があるんだけど。そうか。3分待ってくれるか。あ、うん。待たせたな。今度の宿泊学習で先生の手伝いをしてもらえないかな。先生のアシスタントって言えばいいのかな。みそのいろいろ手伝ってもらえると助かるんだ。宮には補助の仕事をやってもらうことになるから、もちろん宿泊の費用も必要ない。どうだ、手伝ってもらえるか。お気遣いありがとうございます。でも大丈夫です。待ちなさい。いいか、美和。申し訳ないなんて考える必要ないんだ。美和はまだ高校生なんだから、大人みたいな遠慮するな。先生。来るよ。どうしたの？何でもない。うち、来て。いいよ。風邪ひいたらどうすんの？いいから来て。先に似てるよな。え？似てるよ、みそののお父さんとまさき。そうかな。なんなんだよもう。来るよ。なあ。俺にしとけよ、みその。え？そんな顔すんな。
みその。フミヤ、起きたんだ。いや。手、振っても振っても離せなかったから。気分悪いなら倒れる前に言えばいいのに。ごめん、ね、その俺別にいいよ。熱ある時くらいは面倒かけても。みそのフルヤ、今日学校休むでしょ。早く自分の部屋で寝なよ。先生には言っとくから。やべえ、めちゃくちゃ嬉しいんだ。あの、何ですか？お前、いい彼氏持ったな。え？合宿、参加できるようになったんだろ。あいつ見かけによらず骨があるな。これっす。7番と15番キース。あ、俺だ。注目の15番は、ミソノです。ミソノ、キース。いやいや、だってまさかあの2人に当たるとか思わねえし。はい、やめ。どうすんだいっちゃ。あ、もう知らねえよ。もう拾った。キース、もう分かったよ。何？実はお前結局どうすんだよ。何が？三輪のことに決まってんだろ。こ
このまま大人の余裕ぶっこいてるマサキにやられっぱなしでいいのか。よし、星空告白だ。星空告白？え、告白だったら今までもしてんじゃん。今までは勢いで適当に告っただけだろ。夜、いつもと違う知らない場所、満天の星の下、二人きりでいい雰囲気で好きだと言われて揺るがない女子がいるか。いや、いない。おまけに流れ星なんて流れたりしちゃったらさ、流れ星、おー、女子の大好物じゃん。勝負は天体観測、すっげえ告白食らわしてこい。わかった、もうこれ以上ないっていうくらいの最高の告白ぶちかましてくる。よっしゃー、はい、みんな集まってるな。はい、よし、じゃあ展望台の丘まで登って見た星座を記録して1時間で買ってこい。はい、はい、記録しなくていいです。お前結構の関係で、はい、よっしゃ、はい、まだ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 、よく見ろよく見ろ、まだまだ、あっ、頑張れよ、頑張れよ、頑張れよ、早く早く早く、行くぞ、ミサ。え？二人ぼっちだな。そうだね。あ、寒くない？大丈夫。あ、そうだ、コーヒー飲む？うん、いい。うん。あのさ、みその。うん。あの、俺、うん、ねえフリオ、私たち迷ったんじゃない？え？ここどこ？あれ？あれ？あれ？うん。落ち着け、ミソノ。な、あの、こういう時は今来た道を引き返すわ。帰れるんだ。そっちじゃないよ、フリア。落ち着いて。わ、わかってるよ。そんなにルートからは外れてないはずだから。ここを抜ければ。大丈夫だ。よし。うん。歩き疲れたでしょ。ああ、平気だよ。うん、平気。ちょっと休もうか。ああ、うん。休む？ごめん、みそも。本当ダメだ俺。ううん、ダメじゃないよ。ほら、見て。星空綺麗だし。うん、ねえフリア。ん？聞いたよ、バイトしてくれてたんでしょ、私を宿泊学習に参加させようとして。ああ、頼んでもないのにそこまでするなんて、ほんとバカだよねフリアって。だよな。うん。でも嬉しかったな。本当ありがとね、フルヤ。
ねえ、流れ星とか出ないかな。なあ、みその。前に言った告白、全部取り消す。中途半端な言葉じゃ意味ないって分かったから。流れ星も流れず告白もできなかったけど。あ、みんなだ。あ、行こう。なんだか少しだけ、みそのに近づけた気がした。浜田。はい。クリア。はい。小島。はい。おまたな。吉田。はい。お前らもう3年になるんだからな。あと1週間で休みに入るけど、気緩めずに頑張れよ。それから今日は一つみんなに残念な報告がある。このクラスの副担任を務めてくださっていた正木先生が今学期いっぱいでこの学校を辞めることになった。なんでですか？ご家庭の都合だ。お父さんの体が良くなくてな、地元の北海道に戻られることになったんだ。ポイントは白いテーブルクロスと。なあ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 、何にする？お、トロトロ卵のオムライスだって。これうまそうだな。なんだよ、早く決めろよ。なあ、なんか あれだな、その地形じゃなくてない。おおお、ほら、おお、ビーフステーキ1880円。じゃあ頼む。こちらでいかがでしょうか？これでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お父さん、今日が8回目の命日だね。好きな人みんないなくなっちゃう。
来たか。これが宮野。持てるか。はい。それからこれ、僕が使ってたやつだけど、よかったら使ってくれないか。はい、大切にします。僕がいなくなってもこのまま書いていれば絶対サワビ大丈夫だから、頑張れよ美和。はい。美佐乃、持ってってやるよ。いい、今日は一人で帰りたい。分かった。じゃあ失礼します。うん、気をつけてな。先生になりたい。降るよ。大人になったら俺も好きな人のためにいっぱいできるようになりますか。そして終業式の日がやってきた。みその、おはよう。みその、みその、どうした？いけない。みその、すごい熱。病院は薬飲んでたよ。今日正木の最後の日なのに。お願い。分かった。分かった。本当にヤバくなったらすぐに携帯鳴らすよ。
文武両道、学生の本分であります勉強をおろそかにせず、部活動にも力を入れていただきたいと思います。今日で3学期が終了します。一人一人健康に気をつけて新学年を迎えてほしいと思います。それでは今年度をもって退職される正木先生にご挨拶をお願いしたいと思います。みんな今日まで本当にありがとう。これからも自分の夢や目標に向かって一歩一歩進んでいってください。先生はこの学校が大好きでした。今回は先生の都合でここを去ってしまいますが、ここで見た学校の景色、みんなの笑顔、一生の宝物です。この先みんなには輝ける未来がね、待ってると思いますが、ここで学んだこと、そしてここで出会った仲間、そして自分を信じて。なあ先生、大人になったら俺も好きな人のためにいっぱいできるようになりますか。大人は何もできないよ。ただ一人で決められるだけだ。俺はお前たちの方がきっと何だってできるんだって思うよ。何だってできる。行こう。まさきのこと好きなんだろ。告白しろよ。このまま行かせちゃっていいのかよ。今お前がしんどいのはよくわかってる。でも大事な人に大事なことが言えないなんてダメだよ。俺が連れてってやるからな。リア、ちゃんとマサキに今のお前の気持ち伝えよう。うん、気をつけて、ゆっくりでいいから。寒くないか。お前らまさき学校出ちゃったぞ。え、飛行機の時間があるからって。あ、これ親父の病院から借りてきた。ほら早く乗ってろ。大丈夫、気をつけて。間に合うかな。間に合うよ。そうだ、しっかり捕まってろよ。
大丈夫か。おい、親父に怒られる。君は一緒に怒られてやるよ。ミソラ、背中乗れ。早く。絶対見つけてやるからな。ありがとう、フリア。いいから行って。うん。先生。ミワ、大丈夫か？はい。先生にどうしても聞いてほしいことがあります。うん。先生、私先生のことが好きでした。その好きっていう気持ちのおかげで今日までいっぱい頑張ってこれました。本当にありがとうございました。ありがとう、ミワ。ミワが好きな道に進める手助けができたとしたら嬉しいよ。
ちなくて、みんないなくなって、私また一人ぼっちになるのかな。お前の父ちゃんになる、兄ちゃんにだって弟にだって犬だって何人だってなってやる。だからお前は一人じゃない、俺がずっと一緒にいるから。私ね、多分先生のことお父さんと重ねてたんだと思う。古谷が気づかせてくれたんだよ。高三、私も古谷のこと好きになった。好きだよ、フルヤ。え、嘘だ。本当だよ。嘘だ。本当だってば。はい、嘘。本当。絶対嘘だ。だって何にでもなってくれるって言ったでしょ。それは、おお、任せて。じゃあ犬で。よろしく。いいよ、お前の犬になってやるよ。だけど犬はそのうち狼になるかもしれないよ。風映るよ。いいよ。
知るの。